愛の聖司さん、突然ですがあなたはキスをしないと死にます。お帰りください。死神は間に合ってます。宗教か、新手の詐欺か。お、人の話は最後まで聞きましょうね。どうしたの、帰ったんじゃなかったの？うん、ちょっと忘れ物が。かわいい。てか本当にお前のことを見えてないんだな。心配性ですね。見えてませんよ。だからこんなことしても平気です。あ、忍法、偶然ズボンか。その子を離すんだ。先生、なんだてめえ、ビビってんのか。ビビっているさ。でも何より、その子が傷つくことが怖いんだ。先生、今よ。その子を離せ。人に暴力を振るってしまった。えい、この方が恋人っぽくていいと思います。今日は聖司さんとのデートなので、ガッガン遊んじゃいましょう。あ、ちょっと、おま。ちょ、早いお前。おま、これなんだよ。いや、聖司さんにもお裾分けしようかと。生々しいからやめろ。しかも消せないし、これ、こんなの茜さんに見られたら。私が何？分かった、ちょっと待ってて、しきみが茜さんを元通りにしてあげるから。おやおや、皆さんここにいたんですか。おっとと、あいや、商店街の福引きで着ぐるみ当たっちゃって。あれ、もしかして私滑ってます？どんくり、ゴーストバスター。は、あ、人多くありません？グリまで何を。いつも言ってる。